テーラーメイドって3本すごい個性あったじゃないですか、はい、ちょっと番外編になりますけれども、はい、タイガーウッズのグラインドがあるんですよ。なるほど。ちょっとバッグの中見ていただいて、はい、あ、これでこれだけやったんですね、はい、それをね56度60、まあ、これもうあの他のメーカーさんとあれが全然違うんで、はい、ロフトは揃いにはなってないんですけど、一回ちょっとこれ参考ということでちょっとこれ持ってみていただきたい。まずはじゃあ56から。はい、これやっぱちょっと違うんですかこっちと。まあもちろんロフトが違う、56度と60度の設定しかないからあれなんだけど、グラインドがソールが全然違うと思います。あ、そうですね、はい、56度でバウンス何度になってますかね。一応12って書いてあります。意外とねハイバウンスなんですよ。なるほど、うん、でさっきねあのテーラーはほら3本結構個性があったし、はい、ね、それぞれ違うし意外とハイバウンスが、ね、湯田さんの評価高かったんで、じゃあちょっとこれ打ってみたらどうなのっていうことで。なるほどですね、うん、このローバウンスにちょっと似たソールの削り方なんですね。そう、バウンスは12って書いてあるけど、はい、ものすごいローバウンス見えるじゃないですか。そうですね。やっぱそうですよね。これ構えた時不思議だったんだよな。僕的には56度の感じがしないですね、うん、あ、もっと寝てる？寝てるように見えます。うん、今結構その58と同じ感じで打ってるんですよ感覚的には、はいはい、だからまあちょっと今のは飛んでくれたなっていう感じはあるんですけど、でもそれでも僕が思ってる56よりかは飛ばないですね、うんうんうん、なんか結構突っ込める感じですよね思い切って。そうですね、なんか面白い。56度自体あんま僕多く打ったことないんですけど、うん、いやー、これは普通のやつは56度出てないんですもんね。グラインドが多分限定版というか、はい、うん、やっぱしっかりとこう、うん、上に上がるこの抜け感のはあるんですけど、うん、なんかそれを、まあ、このロフトで抜けすぎないっていうのが作ってる感じがしますね、はい、抜け感ありつつでもその上にこう上がりすぎないで、うん、多分これがこのロフトの部分なのかもしれないですね、うん。あ、これは面白いですね、うん、だからその、まあ、ラインによって、うん、まあ、もちろんこれの方がフルショットで使ったりとかっていうのはあるのかもしれないですけど、はい、60度だと例えばこう抜けすぎてしまうような感じを、うん、これだったらその抜けすぎるっていうのが、うん、感触としては抜けるけどもロフトが立ってるから抜けすぎないよっていう、うん、なんかそういうこうなんていうんですかね、安定する感じがしますね、うん、なるほど、はい、じゃあちょっと60度も打ってみてもらっていいですか、はい、まあこの距離なんでねあれですけど。ああ、この56度は使えそうですね。使えそう。僕56度ってあんまりいい印象がないんですよ。セッティング入れてないですもんね。54度ですもんね。はい、だから5460ですもんね。60なんで、うん、構えた感じ。ああ、すごいな。やっぱちょっと削り方が違いますね。そう、グラインド違うんですよ。これやっぱタイガーの仕様なんですね、うん、そう。これは何に近いんだろう。バウンスだけ見ると結構あれです。 11 ですね、うん、この削り方はあ、ないな。さっきの56はこのローバウンスのあれに似てましたけど少し、うん、なんかこれもごめんなさい、さっきまでずっと58度打ってたからかもしれないですけど、うんうん、すごいなんか
ロフトがあるように見えますね、60度ですけど。あ、うん、うん、やっぱり全然球筋違うよね。違いますね、うん、あの今これ58とさっき同じ感じで打ってるんですけど、うんうんうん、全く違いますね、うん、スピン量もやっぱ多いし、はい、打ち出し角度もあるし、やっぱ止まるし、そうですよね、うん、やっぱり60度ですよね。はい、でも今までのローバウンス違うよねこれね。これ、まあ、数字はローバウンスじゃないんじゃないんですよね、うん、ローバウンスじゃない60度って珍しいですよね。確かに、いや、もう60度以上に見えるんですよね、これ。いやー、どうですか、顔は嬉しそうですけど。そうですね、非常にやっぱイメージが出やすい、その構えた感じと。何度も言いますけど、ロフトがあるように見えるっていうのが少し不思議だなっていう感じがしますね、56度にしても、うん、60度にしても、うん、なので何もしなくても上がってくれる印象がありますかね、うん、はい、なんかもう構えた感じ、あ、これ上に上がってくれるんだろうなっていう、うん、はい、それでいて抜けすぎて手前っていうのがないんで、うん、もしかしたらラインによってはこの60度かはあるのかもしれないんですけど、うん、まあ、それをカバーするのがあの56度、うん、なるほど、なのかなっていう感じはします。うん、気持ちいいですね。はい、めちゃめちゃ気持ちいい。やっぱり違います、その市販のやつとタイガーのやつ。そうですね、うん、やっぱこの見え方が顔やっぱ違う。なんか、うん、僕個人的にはすごいこっちの方が優しく感じます。無理にこうやってボールを上げに行く必要性がないんで、もうこのクラブがもう勝手に上に上げてくれるよっていう感じがあるんで、うん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 、あー、めちゃめちゃいい。今ちょっとスピン入りすぎて弱かったですけど、うん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 、今のってちょっと下が硬、くてちょっとシビアのとこに置いたんですけど、うん、あ、わざと、はい、うんうん、それでもしっかりと下に入ってくれて、うん、で球が上がってゆっくり飛んでくれて、かつスピンが入ってくれるんで、うん、なんかこうライが悪い状況でも対応できる。なるほどなるほど、はい、だから今の多分このライで、うん、他のウェッジだったら、うん、多分スピン量もあそこまで入んないと思います。うん、今のでね3500、あ、そうですね、その前はね3900入ってた、ね、そうですよね、うん、なんでまあロフトがちょっと違うっていう部分もあるかもしれないですけど、うん、あ、まあこっちの60度っていうのがあるのかないのかあれですけど、うん、まあそこと比較してないんで、うん、あれですけど、個人的にはこの60度はめちゃめちゃいいですね。ちょっとじゃあね、これ今打っていただいたのは2022年バージョン、はい、これ去年のやつ、はい、前作とちょっと比べてみて、あ、いわゆるまあMG2 のこのタイガー、はい、まあシャフトもちょっと僕リシャフトしちゃったんで、はい、同じ条件じゃないんであれですけれど、うん、ごめんなさい、ちょっと扱いちゃいましたけど、うん、うん、どうですか、そんな大差はないんですけど、うん、ちょっとまあシャフトがね軽いから飯田さんにはちょっと軽いかもしれないけど、あ、そっか、シャフトの問題も、うん、
いやでもいいですね。こっちの方が、まあ、シャフトの部分もあるかもしれないですけど、はい、上に上がる感じっていうのが構えた時に少し少ないかなと。うん、はい、このやっぱ56度だなっていう、まあ57ぐらいのイメージに見えますけどね、うん、2022年と2021年比べると何か違いありますか。まあそこの今の見え方が、うん、まあもしかしたらこれもサリ替えとかによってもまた見え方変わってくる部分もあるかもしれないんですけど、うんうん、構えた感じが、あ、こっちの方が何かこう前に行きそうだなとか、うんうんうん、あの56度は結構球上げれんじゃないかなっていう、まあ、今ここで全部打ってるのは、うん、特殊な技を使ってるっていうのはしてないんですよ、うん、あー、これは近い感じがしますね。見たいと思います、はい、うん、いや大差ない感じに僕は思いますけどね。あ、2022と2021、はい、市販品だとね、なんかね打感が違う気がするんですよね。あ、この2021の方がなんかね打感が薄いというか、はい、うん、ここの部分の、はい、これタイガーモデルもやっぱり違うんですかね。違うと思います。いや、3700、もちろんロフトも違うんであれですけれども、もう一回ちょっとじゃあこっちの、ごめんなさい、はい、全然いいですか、うん、ちょっとタイガーモデルの、はい、そうですね、若干違うかな、やっぱ打感は。でもどっちも嫌いじゃないですね。気持ちいい。まあ、僕が使うとなったらこれ使いたいなって感じはしますね。なるほどね。めちゃめちゃいいっすねこれ、うん、60度に見えないっていうのがなんかいいな、いい意味で。もっとだからロフトがあるように、はい、感じるんですよね、うん、これは不思議ですねなんか、うん、でそれでいて球の飛び方もゆっくりでスピンも入ってくれて、うん、抜け感、乗り感のバランスが絶妙ですね、うん、で、まあ、いろんなショット打った時にどうなるのかなっていうのもすごいこう気になる。なるほどなるほど、はい、でも、うん、そんなに大きく変えなくてもいろいろできそうだなっていう印象を受けます。なるほどね。じゃあラス1ちょっと、ラス1ちょっと、うん、ちょっとだけじゃあ、はい、アレンジしたいと思います。いやー、半端じゃない、半端じゃないこれ。おお、本当だ。今のは何をどうアレンジしたんですか。今のは少し上目に上げようとしたんですけど、うん、でプラスフェースに乗せる意識を結構強く持ったんですよ、はい、そしたら乗る感じが半端じゃなかったです今の。いや、もうデータ的にもそうですよ、はい、まあ今開いてるわけじゃないんですよ、はい、開いてなくてもこういうショットが打てるなっていうやっぱイメージがあったんで、うんうんうん、これやっぱ半端じゃないですね。なるほど。だからこれ通常開いて多分これぐらいの数値になるとかっていうのが、うんうん、今そこまでこう開いてないですけど、うん、今みたいなショットも打てる、うん、これはやっぱタイガーウッズのあのさばき方とかが、はい、あ、これはこうなるなっていうのがちょっと見えてきました、ね、これは面白い。一番テンション上がってましたねこれ。わかりました、はい、じゃあちょっとこれも引き続きリストに加えて、はい、今度距離変えて、そうですね、打ってみたいと思います、はい、アンダーパーゴルフクラブ、このチャンネルではですね、僕の得意としている、ウェッジを中心とした内容になっております。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。